今日ですね、この高知の有名なコリンズバーさんに来ております。来ることができてよかったです。一言なんかお願いいたします。ようこそお越しいただきありがとうございました。はい、けど今日来た時にマスターからうちのことを本当に知ってもらったからもうすごく嬉しかったんです。はい、もう僕はそっちの方が嬉しかったんですけど、こちらこそも感激しました。本当ですか。うちのことどのくらい前からご存知だったんですか。いやー、どれくらいでしょうね。多分10年とかもっと前じゃないですか、ね。そうですね、多分10年ぐらいだと思います。はい、いや嬉しいです。今日来た時に最初ね、こう名刺をこういきなりこう私出したじゃないですか。で、出した時にマスターがすごく喜んでいただいたから感激しました。本当ですか。鳥肌立ちました。本当ですか。まさか来ていただけると思ってなかったな。いや、そういう風に言ってもらったらもう本当僕もう本当嬉しかったんです。で、やっぱりこう今最近若い子たちがやっぱりこう酒離れしてるじゃないですか。少しでもこうね、お酒の素晴らしさをいろんな方にこうね伝えていけたらいいかなとかいう感じで僕の博物館を作ったんですけど、けど今日ですね、マスターとか来る前にカツオのたたきをいただいてきたんです。むちゃくちゃうまかったです。高知のカツオは別格ですね。もう別格です。もしよかったら写真も YouTube は大丈夫ですか。大丈夫です。いいですか。今日たまたまなんですけど今横にですね一緒に飲んでもらってるんですけど、はい、やっぱり高知って高知美人っていうのがこういった感じなんでしょうね。ありがとうございます。ぜひおいでいてください。はい、待ってます。いやいや、もう本当にありがとうございます。で、またこの堀井さんもすごくねお酒のね種類も多くて、でもうマスターは多分ね、バーテンダーの協会でも相当実績を持っている方ですので、はい、やっぱりまず高知ではやっぱり堀井さんにもうやっぱり聞きたいなっていうのがあって出てきたんです。そうですね。ありがとうございます。ジントニックむちゃくちゃうまかったです。美味しかったです、マスター。ありがとうございます。で、私結構タリスカが好きだからタリスカを今日はちょっとトライスアップでいただいてるんですけど、正直で僕見た時にこれ欲しいと思いました。そうなんです。はい、これは本当になかなか今ないですもんね。嬉しいです。やっぱ高知もやっぱり本当にすごくいいところで、また明日はですね私桂浜の方に行って龍馬さんの雰囲気をちょっと味わっていきたいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。マスター本当今日もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、いつか機会があったらうちの天領日田植物館へぜひお越しください。本当に今日はありがとうございます。高知県の桂浜に来ました。綺麗ですよ。今からねちょうど朝日が出てくるところです。はい、ここが龍馬さんの銅像のところに来ております。